はい、皆さんおはようございます。お集まりいただきましてありがとうございます。本日、記者会見で、ご説明させていただくのは、まあ、主に2点ということになります。その他にもあのイベントと、この秋の季節イベントがたくさん、控えておりますので、そちらの PR もさせていただきます。それでは座らせていただいて、説明させていただきます。まず最初にですね、1点目は、中野区を子育て先進区へということで、地域の子育て支援拠点ですね、児童館、というのがありますけれども、児童館の今後の施設の考え方についてということで、まず1つ目、説明させていただきます。資料をご覧ください。まあ、今、まあ、中野区を含め、まあ、都市部も、特にそうなんですけれども、少子高齢化が進んで、生産年齢人口が減少し、高齢者の人口の、増加がどんどん、進んでいる、状況にあります。中野区が今後ですね、子育て世代に選ばれる区ということで、子育て先進区と呼んでますけれども、子育て先進区になるように、今後取り組みを進めていこうということで、中野区は、取り組んでおります。区ではですね、これまで小学生の遊びの拠点ということで、キッズプラザというものを作っておりました。これは小学校の中に作るもので、放課後ですね、そのまま子どもたちが学校の中で遊べるという整備を、施設を整備しておりました。なお平成31年度ですね、来年度には9カ所目のキッズプラザ江原というものが開設を予定しております。また今後ですね、子育て家庭の支援、それから子育ての仲間作りの場としての子育て広場ですね、地域子育て支援拠点事業と呼ばれていますけれども、そちらの地域展開も現在進めております。今後はですね、これらの整備展開と合わせて、子ども子育て世代に対する地域包括ケアですね、子ども子育て世代に対する地域包括ケアの地域づくりを進めていくために、児童館を地域の子育て活動支援拠点というふうに位置づけて、その役割や機能を整理して、これから適正な配置を考えていくということで考えております。本日は児童館の存続に関する考え方についてご説明をいたします。まず資料の1名ですね、見直しの方針、ここに3点ございます。児童館は子育てに関わる多世代が地域で交流する機能として、これは必要であるというふうに考えております。また児童館全体の方向性を見直して、一定程度必要なものについて存続をさせるということで考えております。それについては、中野における子育て環境の全体像を定めて、必要な施設数や配置をこれから考えていくというのが見直しの方針でございます。なお、この現況のところに書かれておりますけれども、現在児童館は区内に18館でございます。でこれまでに、廃止をしてきた、児童館というのが10館でございます。はい、では次のページをご覧ください。あり方検討ということで考え方です。まずあの配置の、考え方ですね。区内にはですね、子育て関係の、団体や、なんですかね、役割を持った、方々がたくさんいらっしゃいます。次世代育成委員をはじめとするさまざまな団体、子育てのネットワークを作っていただいている皆さんがいらっしゃいます。まあ、その活動エリアに、まあ、着目をして一定数を配置することがいいのではないかと現在のところ考えております。で、特徴ある活動ということでは、子どもの育成に関わる地域団体の活動状況、つまりその地域によっていろんな団体が子育てのネットワークを作りながら活動していただいてます。まあ、その、団体の特性なども、捉えながら、児童館ごとに特徴のある活動をしていく、それが、まあ、地域の力を生かす、いい、やり方ではないかというふうに考えております。そこに例として書いてありますけれども、例えば、小学生の皆さんの、知的な、それから文化芸術的な活動支援ですね、例えば、ある児童館では、子どもたちの演劇をやりながらこう発表しているとか、まあ、そうい う特徴的な活動ですね。それから多世代の交流支援、この児童館では、地域の高齢者の皆さんと、子どもたちがこういう定期的に活動していますよとか、それから学校へ行けない子どもへの配慮など、まあ、これもですね、まあ、地域の実情を踏まえてさまざまな活動が考えられるかなというふうに考えています。
このように児童館ごとにその特徴ある活動を目指していくという考え方でございます。それからアウトリーチ支援ということで、中野区は健やか福祉センターというものを今区内に4カ所配置しておりますけれども、この施設に区民の皆さんが来てもらうという考え方ではなくて、今後は必要な人のところに職員が出張っていって訪問して、そこでこう活動していくと、で行政のニーズをそこで探って、サービスを提供していくということで、アウトリーチという考え方を、導入しております。でこの、区が行うアウトリーチ支援として、例えば子育てに関係するような、個別の相談、それから地域の、課題の把握ですね、それから地域資源と書いておりますけれども、さまざまな子育ての関係の、活躍する方だとか場所だとか、ですね、それを地域資源と呼んでおりますけれども、まあ、それを把握して、この地域の中で子育てが、皆さん、いろんな関係者が、参加して、この児童館を中心としてこの地域の子育てが、うまく進められるようにコーディネートをする、これがアウトリーチ支援と呼んでおりますけれども、これを区が行っていくと、それの拠点となるのが児童館であるというふうに考えております。でその最後のページですね、検討の主な検討事項ということでございます。これについては児童館の施設の当然配置の問題、それから施設の運営方法、運営内容の見直し、それから地域包括ケア推進体制における児童館の役割はどういうことをやっていけばいいのかですね、それから中高生の活動等のに対する支援、それから学童クラブの整備、それから子育て広場の整備、それらと合わせてこの中野区の子育て先進区に向けた取り組みを、施策を作っていくと、全体の体系を作っていくということを考えております。でこれらの検討の進め方についてはですね、本当に対話による施策の構築ということを考えておりまして、地域の子育て団体、それから保護者の皆さんの意見を聞きながら、児童館の職員、現場で働いている児童館の職員も参加して検討を進めていこうと考えております。で今後のスケジュールでございます。平成30年度、今年度については地域の子育て活動支援拠点の考え方についてということで、これを定めてまいります。で、区民や、関係団体の皆さんからの意見をいただくと、そして来年度新たな児童館施設等の配置を考えていくということで考えております。はい、1点目については以上でございます。続きまして2点目の哲学堂公園の再生整備の見直しについてという項目になります。まず哲学堂公園ですね、こちらの、公園は、明治37年に、作られた公園というか、最初はですね、井上遠慮博士、東洋大学の創立者ですけれども、この井上遠慮博士が、精神収容の場として、創設されました。ですから最初にできた時には公園というものではなくて精神収容の場ということで、哲学堂というものが作られた、これが明治37年でございます。で、詳しい、説明はちょっと省きますけれども、この公園、今は公園として、ありますけれども、哲学の世界を視覚的に表現してですね、哲学や社会教育の場として整備された、極めて全国というか世界的にも珍しい個性的な公園であると考えております。で、この公園実は昭和50年に中野区立の公園となりました。それからですね、建築物がいくつも中に公園の中にあるんですけども、その修復整備を重ねてきておりました。でまたですね、公園の中には、花がたくさん植わっておりまして、花の名所としても親しまれております。で、平成21年にはですね、東京都の名所ということで指定をされている公園でございます。でこの公園につきましては、これまで、区がですね、インバウンド、外国人観光客の皆さんがたくさん来るということを目指した、周辺エリア、この公園だけではなくて公園の周辺も含めた、広いエリアの整備と、施設整備
を、考えていたのがこれまでの区の考え方でございますが、この考え方を改めて、改める方向でですね、今度は歴史文化を守って、区民や、来街者が憩いを楽しむ利活用を目指して、この文化財としての本来的価値を高めるための整備ということで見直しを行うことにいたしました。次のページに公園の概要というのがございます。先ほど花名所と言いましたが、桜がたくさん植わっておりまして、桜、春にはお花見の方がたくさんいらっしゃるということですね。失礼します。それから、その右側の建物、資生堂ですね。それからその下、六間台、この、六角形の形をした特徴的な建築ですね。それから、左下がですね、哲学の庭といいまして、これはハンガリーの彫刻家、ワグナー・ナンドールさんという方、もう亡くなられてますけど、芸術家ですね。この方が、作られた彫刻ということで、寄贈を受けまして、この哲学堂の中に、この哲学をテーマにした彫刻ということで寄贈を受けまして、哲学堂公園の中に配置をされている、まあ、こんな彫刻もあります。はい、で次に、見直しの考え方ということです。まず再生、整備の方向性ということですけども、まあ、現行の哲学堂公園再生整備基本計画、これがですね、先ほど言いましたけどインバウンド、を、目指した大規模な計画でございましたけれども、これをですね、再生整備の目標を哲学堂公園の歴史背景を組んだ、哲学堂が持つ文化財としての本来的価値を高めるための整備ということで、方向性を変えるものでございます。でなお、来年度ですね、来年2019年、が井上遠良博士の、没後100年という、年に当たります。でその年に、国の名称指定ということでこれを目指して、いきます。で、今、明確に方向性として出しているのは学習展示施設というものが計画されておりましたけれども、こちらがですね、かなり大規模なものでございました。60人ぐらい入れるこの学習、なんていうんですかね、部屋があったりとかですね、まあ、大きな、設備を、予定しておりましたけれども、これについては、規模の縮小というのを前提として、施設の配置や、整備時期については、これを見直していくということでございます。なお整備工事の着手については、これまでは、この名称指定の前に終わらせるということで進めておりましたけれども、これは、名称指定の完了後ということで、工事を進めていきたいと考えております。はい、で次のページに、現行の哲学堂公園の、再生整備基本計画の整備内容が書いております。はい、で、必要なこの歴史的な価値を高める、これを、まあ、維持するという形での整備については、もちろん今回、していく方針でございますけれども、この中で特に学習展示施設と書かれているこの左下のものですね、これについては、規模を縮小していくということが今回の方向の大きな変更点でございます。はい、で今後のスケジュールでございます。まあ、今年度は東京都との、協議、ですね、国の名称指定、を、得るための、協議をしていきますということで、来年度、2019年度に国名称指定、の、一応獲得を目指しているということでございます。そして、2020年、この年に、整備基本設計、を、やりまして、2021年に整備実施設計策定、それから整備工事に着手していくということで、スケジュールを変更いたします。はい、説明については以上でございます。イベントについても合わせていいですね。はい、はい、それから、お知らせイベントということで、資料を付けさせていただいております。中野町めぐり博覧会というのが1点目でございます。これはもう毎年中野で、ですね、およそ1ヶ月にわたりですね、このパンフレットついておりますけれども、1ヶ月にわたって区内でさまざまな催し物がありますけれども、これを中野町めぐり博覧会ということで、まとめてこのイベントに、として、PR するものでございます。本当にこの中身を見ていただきますと、本当にさまざまな、
民の皆さん、それから大学、それから団体ですね、それから企業の皆さん、専門学校もそうですね、いろんな皆さんがこの町巡る博覧会に手を挙げていただきまして、本当にこの1ヶ月間の間にたくさんのイベントが中野区内で行われるということでございます。それから2点目がですね、花と緑の祭典というものがございます。こちらについては、もう今週末ですね、20日と21日、に、花と緑の祭典が、予定されております。でこの、チラシのところにも、書かれておりますけれども、四季の森公園を中心に、教室ですね、バラの入門教室だとかいろんなこう教室もありますし、あと、毎回が非常に人気なんですけど、苗木の配布ということで、当選者400名の方に苗木を、お配りして、育てていただくということですね。それから21日日曜日の方は中野区の苗木配布ということで、これは別ですね。これは、当選者ではなくて先着600名ということで、木をお配りするということでございます。あと出展というところでは、福島県田村市といって、これは中野区の、姉妹提携都市ですね、の、物産、を毎年、来て売っていただいております。まあ、その他、いろんな、お店も出るということで、こちらも、天気が良くなればいいなということで、今週末に行われます。あとは中野エコフェアということで、こちらは先ほどの中野町巡り博覧会の中にも参加しておりますけれども、エコに関するですね、催しということで、これも四季の森公園の北側の方で、行われます。はい、最後に、東北復興大祭典中野ということで、これも名前の通りですね、東北の、大震災を契機に始まりましたお祭りでございます。毎年ですね、青森からねぶたが来てですね、この四季の森公園の真ん中の道路のところねぶたが運行するということで、かなりもう区民の皆さんにも知られてまして、毎年たくさんの方がお越しいただいている祭りです。で今年はですね、東北の祭りが実は去年も、来ていただいたんですけれども、唯一秋田の竿燈祭りですね、これが、初めて今回、この復興大祭典中野に、参加をしていただくということで、大きな、竿の先にですね、竿燈、いわゆる竿燈、これを、持ってきていただくということで、ご用意しております。あと、東北の、福島のわらじ祭りだとか、東北各県のお祭りも一堂に会するということなので、ぜひこれは見どころだということでございます。なお東北のグルメの出店も本当にたくさん出てまして、このグルメを目当てに来られる方もたくさんいらっしゃるというお祭りでございます。プログラムがついておりますので、ぜひそちらを後でご覧いただければと思っております。ちなみにこの、ねぶたの運行をするんですけれども、跳人ということで、跳ねる人ですね、には、私も、この跳人の衣装を着て参加をする予定でございます。はい、はい、イベントについては以上でございます。はい、まず体験広告からご質問したいと思います。新部の青木と申します。よろしくお願いします。まず1点目は子育て前進区の部分でございます。児童館について実験層の個数、この実験数というのが皆さん知りたいところだと思うんですけれども、これはいつぐらいに決めるご予定なのかというところについてスケジュールを教えてください。というのが1点目で、2点目は女学童公園のことです。こちら樹木の伐採について、貴重な
木が失われるのではないか、特にヒマラヤ杉についてですね、その伐採するということについて、反対の声、やめてほしいという声が、さまざまな組合から上がっておりました。こちらについて、木の伐採についてどうなるのかというところについてと、あと、着手、整備工事着手が、今回の経験に3年後ろ倒しになるというような理解でいいのか、竣工は、じゃあいつになるのかということについて、予算規模は今までの計画よりもこの新しい計画によってどれぐらい縮小される見込みかというまだ出てないと思うんですけれども、市長の感触としてどれぐらいなのかというところを教えてください。はい、まずこの児童館の、数についてですね、数と配置について、でこれについてはこの平成31年度で配置計画を策定するということですね。ここまでには決めなければいけないと考えております。で、目安としては先ほどちょっと説明をいたしましたけども、地域で活動されている次世代育成委員さんとか、さまざまな団体がいらっしゃいます。その方々の活動の区域とか活動の範囲だとか、そういうものも考慮しながら、考えていくのかなというふうに考えております。それから哲学堂のまず緑の件ですね。平和の森公園で、緑が減ったということで、かなり区民の皆さんから関心が高い。で哲学堂についてはこれからということなんでございますけれども、緑についてはもう極力、減らさない、当然、減らさないということで、としては考えていきたいと考えております。緑の基本計画をこの前改定いたしまして、区としては今後の開発、いろんなこうあれですね、施設を作ったり、工事をするという際に、緑については例えば仮にどうしても必要でそこでこう緑を切らなきゃいけないという場合も当然出てくるかと思いますけども、それについては必ず、捕食したり、必ず同じ量を保つということで、考えておりますので、それに従って哲学堂も、整備をしていきたいというふうに考えております。それから、スケジュールということでございますけれども、スケジュールについては、先ほど説明いたしました、国の名称指定を、得るのが来年度ということなので、再来年度から、基本設計を始めまして、この工事についてはちょっとまだどれぐらいのスケジュールかっていうのが、まだ、この基本設計によりますけれども、およそ、そうですね、21年度に着手できたとして22年度、そこにいます、22年度には竣工できるということで想定をしております。で予算規模についてはまだこれはですね、ただ、施設 の、 建物の規模が縮小されますので、当然その分については、予算が縮小されるということで考えています。ヒマラヤ杉は残す方向という形になるんですか？ヒマラヤ杉というか、あそこの児童遊園になっておりまして、あそこは地域の方が、非常に利用されているところなので、今回 そこに大きい建物を建てるということで、かなり、地元の反対される方が多かったということは、ありました。で、それについては規模を縮小することによって、その児童遊園が減らない形で、方向性で検討したいと考えております。はい、具体的にどこに置くかというのはまだ決めてはいませんけれども、はい、児童遊園ヒマラヤ杉のあるあのスペースについては、なるべく活かしていきたいというふうには考えております。残す方向、はい、そうです、はい、今回大きく舵を切った理由について、市長の思いをお聞かせ願いますか？はい、哲学堂公園自体、私も何度も何度も行っている公園でございます。でこれについては、これまでの計画というのは、外国人の観光客の皆さんが観光バスとかでこう押し寄せるというかですね、たくさん来ていただくっていうようなことを、想定した計画であったと、考えております。でこれについてはやはりこのテーマがやっぱり哲学ということで、なんていうんですかね、非常に渋いと言ったらあれですけどね、言葉は悪いかもしれませんが、非常にマニアックな公園なんですよ。マニアックな公園、ということなので、
大量にこう外国人の方がこの哲学堂公園に来るというよりかは、やはり街歩きをしながらこの哲学堂にこう訪ねてこられて、こう公園の中を散策していただくとか、まあ、そういう外国人の方がまあいるだろうなということですね。ですから、その大量にこう観光バスで来るような方々に対する整備という規模では必要ないというふうに私は考えております。まあ、それよりも今の哲学堂公園のやはりこう手を入れていかなければいけませんから、まあそれをちゃんと維持するためにも今回の計画は見直して、この魅力を維持していくというところで考えております。はい、毎日の福沢です。前区長の時にはこの児童館というのは残る18館も全廃してキッズプラザにするという計画だったんでしょうか。そうです、はい。それから31年度に9カ所目のキッズプラザ江原ができると。江原っていうのは江原小学校の中に作ろうとした。そうです、江原小学校です。で、この江原キッズプラザ、これは作るんですか。はい、あのキッズプラザについては今後も、計画通り進めていくという考え方です。あれは児童館をなくすことによってキッズプラザを作っていくという方針だったと思う、前区長は。だけれどもキッズプラザは作るけども児童館も残す、そういうことです。はい、子どもが遊べる子どもの居場所ということでは、キッズプラザと、児童館というのを、両方とも存続、というか、役割分担をしながら、残していく考えです。ただ児童館が残るところはキッズプラザを作らなくするということじゃないですか。そこも含めて今後の配置の在り方を考えていかなきゃいけないと考えております。それから哲学堂ですけど、まあ、さっきの朝日さんに関連して、これできるのがこれ2階建てで、まあ、資料を見ると1200平方メートルですかね。この最後のこれ大体縮小するっていうのは、例えば平屋にするとかどのぐらいの面積を、例えば2分の1、3分の1とか4分の3とかどういうぐらいの、そこについてはちょっとまだ具体的には、これからですね、議論します。ただ、先ほどちょっと私が言いましたこのセミナー室とか、結構たくさんの人がそこに入って入ること、そうですね、はい。まあそういうものはいらないんじゃないかなというのが今私が、考えているところです。要するにセミナー室をなくしてしまうのは、人数を9人から減らすのかというのも、今の時代は、展示のやり方もいろいろ変わってきてますし、その学習の仕方も変わってきてると思うんですね。で、例えば学習をするとしても、ここに例えば、皆さんを入っていただいて、そこで前でなんかスライドを見せながらこう勉強するとか、こう説明するとかっていうやり方ではなくても、例えば、こう何ですか、VR だとか AR とかいろいろありますよね。新しい技術がありますので、そういうものを工夫することによって、こういう面積たくさんのこの人が入るような部屋っていうのはいらないんじゃないかっていうのが私の考えです。じゃあセミナー室でやめるか。例えばセミナー室ですね。今具体的に私がイメージするのはそこです。はい、それと、まああのサンプラザと違ってこの2つは前区長の方針と、さっき朝日さんも言われましたけど舵を切っている政策になるんですが、はい、議会のそのこれまでの与党会派だった2つの政党の議員は、これを利用としてるんですか、今から。今回のこの子育てのこの児童館の見直しと、この哲学堂の再生の整備基本計画の見直しについては、議会にももう説明をさせていただいております。まあ、これからいろんなご意見を受けたまわりながら、整備を進めていきたいと考えております。ある程度こう了解を得ている。まあ、了解、まだ議決とか云々とかそういうところに来ておりませんので、これからまあ丁寧に、はい、説明させていただきます。ありがとうございます。児童館
らっしゃるのかというのを。まあ、児童館もかなりこう老朽化している児童館もありますし、今後だからこれを全て維持するというのはなかなか厳しいかなというのは、当然思っております。これまでの児童館の、あり方をやっぱりこの今後のこの地域の子育ての、あり方に合わせてやっぱりリニューアルしていく必要があるかなとは思っております。でその中で、適正な配置ですね、全てを残すことはやはり難しいかなとは思っております。はい、そうしますと、この18か減る可能性もあるっていう。そうですね、はい、更新も含めて、増える可能性がある。数としてはどういう方向になるんですかね。そのキッズプラザと並行して児童館を整備するっていうのはおっしゃいましたけど、結局区内に児童館が、その数についてはこれから議論するところなんですけれども、私のイメージとしては、これは、18巻を全て維持することは難しいので、これを減らしていくという方向性は、考えております。日本経済新聞亀です。哲学堂についてすみません。今先ほどインバウンドという方向は見直して、まあ、例えばその大型観光バスで来るってことはないってことですけど、まあ、そこに結構私も何度か行ったことあるんですが、哲学の庭とかこう平和とか相互理解とかこうインバウンドの方だからこそこう見ていただく価値があるみたいなところもあると思うんですけど、まあインバウンドについてはだから自然な形でこう 今通り来ていただくみたいな、そういうイメージでいいのかということと、はい、あとすいません、あとこの整備内容の中にユニバーサルデザインとか大切サインっていうのを、まあ、なるべくこう充実させていこうみたいなんですが、ここは維持したままということ、そういう理解でよろしいのかと。それはすいません。はい、インバウンドを、否定しているわけではなくてですね、いわゆるその観光バスでたくさん来ていただくっていうところというイメージではないということでございます。で、今でも外国人の方いらしてくださってますけれども、その方たちはやっぱりこうあれですね、駅から歩いて、散策をして、哲学堂の方に訪れていただいているということで、そういうイメージですね。はい、まあ、そういう人たちに向けて魅力を高めていくということは必要だと思っております。で、ユニバーサルデザインという意味では、そうですね、さまざまな方に訪れていただく中で、園内のやっぱりこう案内だとか、サインも、しっかりこれは、整備していく必要があると考えております。キッズプラザっていうのはやっぱり学校の中にあって、まあ、親御さんも安心してその場ですぐこう隣に行けば遊べるということで、いい取り組みだとは思うんですけれども、まあ、一方でですね、まあ、利用の現状、を考えますと規模がまず、まあ、そんなに大きくないということもありますから、なんていうんですかね、今の利用状況を見ると、例えば小学校の、低学年の子はすごく隣で遊べてるんですけども、やはりちょっと学校という制約の中で、例えば運動場だとか、体育館だとかそういうところも使えればいいんですけども、なかなか学校の中っていうことなので、中学年から上、高学年の子たちは利用しづらいっていうのも現状、あります。で、まあ、そういう子たちの居場所として今児童館が結構こう使われているっていう、現状もあります。ですから、全てをキッズプラザで受け止められるかというと、私はそうではないというふうに思っております。また学校の中にあるということなので、地域の子育て団体に関われている団体の皆さんはやはりこの学校の中の施設ということではやっぱりネットワークが築きにくいという面もあると思います。まあ、そういう意味でも地域の中で子育ての支援の拠点としての児童館というのは役割があるのかというふうに考えています。会見項目につきましてはご質問よろしいでしょうか。
まずサンプラザについてはこの前の記者会見で再整備をするということで発表させていただきました。今後ですね、この中に入る機能として1万人のアリーナというのが従前の今までの区の計画でしたけれども、まあ、これが本当にいいのかどうかというところを検討していきます。で、その検討については、いろんな今意見をいただいているところもありますし、あとは、サンプラザの、区民会議というものがございまして、こちらでの議論が、今後、進めていく予定です。ですから10月の末に次の会議がありますので、まあ、そこから、何回かに分けて、そのサンプラザに入るその機能ですね、1万人のアリーナなのか、それとももっと違うものなのかっていうのを皆さんにご意見を伺いたいということを考えております。サンプラザについては今年度中には方向性を示すということで考えております。規模感ですね、1万人なのか。そうですね、そうですね、はい、はい。それから、旧、豊玉刑務所の門ですね。これについては今、説明会等、で、地域の意見を聞いているところでございます。これまでの、先ほど説明した哲学堂公園もそうですけれども、区の計画を、まあ、こう進めようとしたときに、実は地域の住民の皆さんでさえそれを知らなかったということが今までありました。で、今回についてはそういうことがないように本当に丁寧に今、地域の住民の皆さん、それから、平和の森小学校の、PTA の皆さんや、それから今後その小学校に入る予定の、周りにいる保育園の皆さんとか幼稚園の皆さんとかにも、チラシをちゃんとお配りしてですね、意見交換会、それから、意見を受け付けるのに、今周知をしているところです。で、これについては今意見を、受けたまっているところでございますし、あと、タウンミーティングというのを私やってます。タウンミーティングでも、来週、予定をしておりまして、そこでもご意見を伺うところでございます。で、今後ですね、この門をどうするかについては、平和の森小学校の新校舎がそこに、建てられるという予定でございますので、まあ、その、新校舎の、基本構想、基本計画を策定するのが3月末でございます、今年度の。ですから、まあ、それ、まあ、遅くともそこまでには、もうどうするかということを決めなければということなので、あまりそんな時間がないんですけれども、丁寧に、ご意見を伺って区としては決めていく、方針でございます。先の大作会定例会で副区長の選任の、はい、議案が決まりまして、全会一致ということだったんですけども、まあ、これに対する受け止めといいますか、まあ算定会当初にはかなり自民公明から坂井区長に対して厳しい意見等を出されてた、まあ、区政運営全般に関して、まあ、印象もあったんで、その辺の議会側の受け止めの変化というのを区長が感じられたのかというところ、まあ、多分丁寧に根回しを進められたということもあったかと思うんですけども、その辺の議会との距離感っていうところを今回算定通じてどう感じになったのかというところ、まあ、第2回定例会は本当に選挙の直後だったものですから、なかなかこうコミュニケーションをうまく取れてなかったというところもあります。今回は第3回定例会、始まる前からですね、丁寧に、まあ、コンタクトというかコミュニケーションを取らせていただきまして、まあ、だいぶそのお互い一緒にこう区政をやっぱ良くしていくということに対してはもう方向性は当然皆さん、ね、共有していただいてますので、それについては、理解が進んだというふうに考えています。
一方で教育庁の人事に関しては、まあ、現時点でもまだ空席の状態が続いているということで、この辺りは、まあ、教育現場からも、まあ、かなり週に1回この教育委員会開いたりとか、かなり先進的なことをやっているくだからこそ、まあ、早く決めてほしいなという声も一部聞かれているということで、教育庁の、選任について今後の具体的なその考え方ですとか、スケジュール感のメドとかいただければと。はい、なるべく早く、はい、職員からも早くしてください区長と今、はい、言われておりますので、なるべく早くですね。ということで、まあ、次の第4回定例会が、まあ、ありますけれども、まあ、そこで、ぜひ任命、できればと思っています。はい、すみません、選挙公約で掲げられた民間からの登用という、その方針についてはお変わりないという、今、人選は進めておりますけれども、民間登用については、今回は、考えていません。まあ、任期、私は4年の公約、4年の任期でございますけれども、教育庁については、3年の任期ということなので、まあ、今回任命、させていただければ、3年ということです。だから私の任期の4年の間にもう一回教育庁を、人選する機会がありますので、まあ、そこでもう一回検討したいと考えております。となると次はもう例えば副職員だったり校長先生だったりという、そうですね、まあ、中野の教育について、知識がある方ということで今人選を進めております。はい、じゃあその3年後に再度民間党についてお考え、とりあえず今そういう考えでございます。ありがとうございます。マイク、確認ですが、中野区も高齢者名簿の警察署への提出は本人同意なしでやってるっていうことでいいんですよね。本人同意なしで提出してる。はい、そうですね。はい、それで隣の区の新宿区でですね、特殊詐欺防止対策のために65歳以上の高齢者名簿をですね、本人の同意なしに、渡すと決めて、で、それが嫌な人は連絡くださいということをやったら、ほぼ半数がですね、拒否したんですね。それで、まあ、高齢者名簿を渡すっていうのは前区長の時代から決めたことだと思うんですけど、酒井さんはこれを見直すという考えを持っていますか。今は条例に基づいて、そうですね、条例に基づいて、警察の方にはお渡ししておりますので、それについては、まあ、条例で定めているということでございますので、それについては見直す考えございます。長野区の条例は、これは特殊詐欺防止対策とかじゃなくて、高齢者の見守りみたいな、ね、そうですね、はい、見守り支え合いの条例ですね。酒井さんはどう思われますか。例えばオプトインという形で同意を得た上で渡すという、ね、やり方もあるんですが、今の条例のままではオプトアウトというか、もうすでに本人の同意なしで先に渡してしまう、ね、形になっているんですけど、オプトインって嫌だっていう人もそれなりにいるんじゃないかと思うんですけど、そうですね、なんか検討する考えないですか。ちょっと新宿区のその動きは存じ上げてますけども、まあ、そこら辺も、まあ、ちょっと様子を見ながらですね、そこは私としても、まあ、常に考えは、検討はする必要があるとは思っておりますけども、現在のところは今条例で提供しているということでございます。はい、ありがとうございます。まさにさっきのサンプラザなんですけど、関連して言える機能に関して今いろんな意見をいただいている際に口にしちゃったんですけど、例えばどういった意見があるのかなって。そうですね、今メールなどでも意見いただいているんですけども、この1万人のアリーナかそれとも 何かっていうところの意見がやっぱり多いですね。で、多いのは今の規模がいいっていう方が多いです。今の既存の2000人ぐらいの規模のホールがいいなっていう方が多いと思います。ただ1万人という大きいものを作ってくれという意見も当然来ています。区長の考えはどうですか。
それはまだ私は明らかにしておりません。これから検討します。はい、失礼します。ただ私としては1万人は大きいんではないかなということは従前から、はい、思っております。わ、はい、かりました。ありがとうございます。ふるさと納税に絡めて、あの、まあ、地場産のもの以外 の返礼品はあの NG よということを総務省があの、まあ、通知出したと思うんですけども、中野の場合はあの里町連携とかの絡みであの地場産以外 の返礼品も確かあの加えになったのかなと思ったんですけど、この辺について現時点で何かご対応というかお考えのことって何かありますか。総務省から指摘が来ました。あ、やっぱり、はい、あの大半が地場産じゃないだろうということで指摘が来ます。ちょっと今それは検討しておりますけれども、まあ、やはり中野の地場産というのはなかなか難しいなというのが当然考えますけれども、まあ、中野らしいふるさと納税の返礼品というののあり方というのをちょっと探っていこうかなと思っております。なんか伝統工芸品とかフェアとか、ね、そうですね、伝統工芸品は、非常にいいものがございますので、まあ、そういうものは当然、検討の対象に入ると思います。ありがとうございます。また改めてご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。では本日の記者会見は以上で終了させていただきます。どうもありがとうございました。